騒がれてますけど、たまに聞かれるんですよね。やっぱりフリーで来られるお客様にも、もちろん指名で通っていただいてるお客様たちにも、大丈夫とか、一概にホストやってるやつだってこうだよねっていうのは悲しいかな。もちろんどの仕事をやってても悪いことをしてしまう方って多いじゃないですか。法律を犯してしまう。だから、まあ、この業界だけが叩かれるのは筋違いかなとは思いますけど。ホストの本音トークバラエティアンビルアンシャーじゃないか。おしゃれなモデルホストが在籍するホストクラブアピッツ。今回はルックス、スタイル、トーク力、全てにおいて抜群なアピッツの売れっ子ホストたちがホストの様々な裏事情やマル秘エピソードなどを赤裸々に語るトークバラエティ。その名もアピッツ新企画アピでおしゃよい。歌舞伎町で奮闘する現役ホストたちの知られざる一面を大公開しちゃいます。高額なお給料をいただいてると思うんですけど、皆さんの中で一番高かったオーダーだったりとかお酒っていうのは？これ逆になんですけど、一発ボンが俺今まであんまなくて、だから月トータルしたら、そんぐらいの売り上げあるけど、結構分散してるというか。確かにね。だから俺一番高い時の会計、一撃高いので150万のお酒入れてもらったのが意外に高い、一番高いやつ。本当っすか？タワーも200万のタワーがマックス。へえ、なんか意外っすね。意外そう。で、日々のアベレージがめちゃめちゃ高い。そうだね。お客さんはどうですか？僕一発だと400万ぐらいのものが一番僕の中で高額だったかも。1000万打った1月の。そう。俺あれっすよ、なんかその去年の一戦初めて打った時の一人のお客様、その時が多分まあ500万くらいで、で SNG がまあでも600万くらいなんで、だから SNG が最高額っすよね。卵とまあエンジェル限定エディションがあって、すごいね、1回で600って。確かに1や。島の子狙いに行ったんで、それこそ動画も残ってるしね。島の子ちゃんと出しといて、もっとバズらしたいんで。藤田さんはいかがですか？1個のお酒でって考えたらルイ13世。今多分7くらいするんですよ。そんぐらいではね。いや、多分もっと。え、マジっすか？いや、そんな上がったんすか？なんか6、7くらいだった。一番最初に入れてもらった時は400だったの覚えてる。そっから上がってなくて、変わったんす。その高額オーダーすごい高いじゃないですか。それをこうどのようにお客さんに頼まれたりとか、自分の目指す道に対してこれが必要っていうのは伝えます。いや無理って言われたらそれはしょうがない、分かったよなんですけど、まあ、OK してもらえたら入れるものはどうしようかとか、まあ、シャンパンタワーと一緒ですね。どういうデザインにしてとか、店内はどういう装飾にしてとか、そういうのを一緒に考えるっていうのがあります。先に金額決めちゃって後から何じゃあそれ入れるっていうパターンもありますよね。それを入れたいみたいもあるし。皆さんはあのクリーンな営業をされて？はい、そうです。ディープとかないやつやってないんでアピッツはクリーンな。俺はアイドル営業でやってるんで、ホントどう見ても普通に考えてK さん結構高額が多いイメージあるんで、大体毎日600万くらいは売ってる今単純計算、どうやってこう600万。あ、じゃあ例えばじゃあ SNG、 あれは動画でもあったけど3択の予定があって、はい、で2択がこけちゃって、あの一夜で1000万狙ってて、あの子がやるっていうのは、高額やるっていうのはすらまあ変わらなかったんで、別に前もってはその気持ちは伝えてたってこと、ね、うん、あ、その人はもちろんもちろん、まあ、じゃないと無理だよ。じゃないと、じゃないと急に言われてって無理だしね。無理だよね。600のある程度の車新車買える額なんで、高額オーダーをされたお客様っていうのは心よくやっぱりやった分ちょっとコースが薄いなみたいな、なんかいろんな子があの正直いると思うんですけど、その子に関してはまあ使ってくれた子、まあ動画でも出てるんですけど、ほんと指名してくれたばっかりの子で、でまあいろんなホストを知ってる上での来てくれた子なんで、どんなホストを行ってる子でも600万ってやっぱ高額だと思う。一夜でたった1日の何時間で高額だと思うんで、まあそれはちゃんと話して、まあ、納得の上でよね、確実にね。俺もその場にいたから分かるんですけど、一瞬席外してる時にそうだったから俺は、そこは見れなかったんだけど、決まった額聞いてえっってなった、マジで超ビビった。しびれてよね。高額をやってくれる、その時に決めてくれるのって言ったら、まあ今後もこの人についていこうって意思がないと絶対やらないと思ってて、だからそれがその女の子が見せてくれた私はこういうつもりだよっていうのがすごい伝わった日かな。だから俺の中ではすげえいい日だったなと思います。和也さんすごい高額オーダーをたくさんされてると思うんですけど、高額オーダーした後のお客様との向き合い方とかって、どこを目指してるのかにもよると思うんですけど、やってもらってありがとうね、はい終わりとかはもちろんない。じゃあこの日
ラストソングを取りたいからこれをする、この月ナンバーワンを取りたいからこれをする、じゃあ年間でナンバーワンを取りたいからこれをするのでも、スケールもそこに対する気持ちの種類もまた変わってくると思うんですよ。それをやった上で結果がどうなったのかっていうのに対して、僕は女の子と話すこと結構多くて、例えば終わった後にちょっとご飯行こうかって言ってご飯食べながらそのことを振り返ってみたりとか、まあ、さっきもケアも言ってましたけど、もう前からお願いしてたし、気持ちはすごく伝えてたって言ってたと思うんですけど、まあ、その前のストーリーもやっぱあるんで、絶対その一瞬っていうのは毎回毎回慣れるものでもないし、内側は震えてるんですけど、体のそのやってくれた女の子と振り返って、この先どうするか、どうなっていきたいかとか、どうしていきたいのかとか、いろんなこう気持ちを話し合うことが僕は多いかもしれない。まあ今工学っていうジャンルで話してるけど、でも工学じゃなくてもそうじゃない？みんな、例えばじゃあ1万だろうが5万だろうが、ホスト業界で言ったら工学じゃないのかもしれないですけど、まあ高いお金って言ったら高いお金なんで、やっぱそこをちゃんと話し合った上で自分の目標を言って、今日どれくらいやりたいっていうで、お客様と話し合ってやるっていうのは結構うちは大事にしてる。月トータルで考えたらさっていうのもあるだろうし、一発で工学っていうのもあるだろうし、だからセナも一発で考えたらって言ってたけど、トータルでしたらすごい時もあるだろうし、だからそこに行くまでのストーリーとかさ、その終わった後のストーリーとかあるわけじゃん絶対。うちのメンツたちって結構そこを大事にしてるイメージが強いんだけど、旗から見てると今後のホスト業界危ういってニュースとかでいろいろ言われてる、うん、ああそうやね、まあどうなっていくかと、ご自身の今後の目標だったりとか、昨今騒がれてますけど、たまに聞かれるんですよね、やっぱりフリーで来られるお客様にも、もちろん指名で通っていただいてるお客様たちにも大丈夫とか、でもうちに通ってるお客様たちは一番分かってくれてると思うんで、僕らと一緒で不安はない。僕らが一番やっぱ大事にしてるのは、まずは楽しんでもらう、このお店に来てもらって、そしたら楽しい時間を一緒に過ごして、その分の対価をいただくのを大事にしようねって言ってて、それみんなができてると思うんで、で女の子たちも好きで通ってきてくれてると思いますし、だからそこら辺の不安とかはないんですけど、やっぱこの業界に触れたことない、一歩踏み出したことがない方々って分かんないじゃないですか。そういう方に言えるのは、場所と人によります。どの業界でもそう、食品も広告とかもいろんな業界があって、会社があって、そこに属してる人たちって絶対に違うと思うんですよね。だからこそ一概にホストやってるやつだってこうだよねっていうのは悲しいかな。もちろんどの仕事をやってても悪いことをしてしまう方って多いじゃないですか、法律を犯してしまう。だから、まあ、この業界だけが叩かれるのは筋違いかなとは思いますけど、でもしてしまった方が同じ業界にいるっていうのは本当に申し訳ないと思うし、ただ僕らの一存で変えれることはまず不可能。6年間やってきて、どうにかこうにか印象を変えようって努力した時もありましたけど、やっぱり現実的に考えて不可能。唯一変えれるとするなら、僕らが属してるグループはそこしか変えれないから、アピッツとかスマッパグループの印象は僕らで変えれるとは思うんで、今まで通りやっていけたら嬉しいかなって思ってます。個人的な目標、そうですね、まあ今年、まあ、まだ終わってないんですけど、終わった段階で数字が多分決まると思うんで、それよりも上に行けるようにですかね。あとは自分だけが売れてればいいっていう世界線は望んでなくて、やっぱりみんながみんな売れてほしいから、手助けできるところは何でも手助けするし、聞かれたことは全部答えるし、来年はより密に一人一人との時間作っていきたいし、自分の数字以外にも変えれるところはまだたくさんあるって思わされた1年だったんで、伸びしろがあるっていうことにさせてもらって、伸びしろ伸びていけるようにやっていけたらいいかなと。もう目標にしてんのが、全員俺を指名してくれた子たちを後悔させないようにすることは正直多分無理だと思います。だってこんだけ歌舞伎町にいろんなホストがいて、全員に全員じゃあ同じ時間を過ごせるかってそんなことはないし、もちろんその中で売り上げもあるしなんですけど、俺のことを信じてついてくれる子たちに対しては、その子たちがじゃあ友達とかに誰指名してんのとか言われた時に、アピッツの K 指名してんだよねって鼻高々に言えるくらいの存在にはなりたいなってずっと思ってるんで、後悔をちょっとでもさせたくないんで、私が信じてきた道はこれでよかったんだなって思ってくれるようなホストになりたいなって思ってます。あざっす。そう、見た目も中身もちゃんとかっこいい人だけ残るのがもう確実だと思うんで、あと本当に努力できる人、本当にいいもんだけ残って悪いもんは 100% 落ちるから、まあ、業界としては僕はいいのかなっても思ってて、それをスマッパグループはずっとやってきたんで、やることは変わんないのかなっていう、そうで勝手に上がるもん上がっていくんだろうなっていうのが僕の思うところですかね。で、僕の目標としてはお姫も従業員も運営陣とか、まあ、関わってくれた人に感謝しつつ、関わった人がプラスになってもらえるような人間になるのが
目標です。ホストってあくまで商品だと思うんですよ俺は。ハイブラだと思ってて、ハイブランドヴィトンとかエルメスとか。でも歌舞伎町にはスーパーコピー品がいっぱい出回ってるんですよ確かにその表現面白いね。でやっぱホストに騙されたとか、ホストに対してやっぱ憤りのある女の子たちってスーパーコピーに騙されてるだけなんですよ。で俺はこの YouTube をホストを知らない見てくれてる女の子に対してめっちゃ思うのは、ホスト怖いとかってイメージもあると思うんですけど、そう、質のいいホストクラブに来たら絶対楽しいし安全だし本物だって思ってくれると思うんですよ、うん、やっぱトークだったり見た目だったり、それを間違えないでほしいなっていう。そのいやむずいけどね、でも分かんないからね。難しいんですけど分かる方法があってアピッツに来る、それは正解。そう、もうこれだけは本当に俺らはスーパーコピーじゃないし、今までやってきたことを多分そのまま続けてても生き残っていけるホストクラブだと思うんで、ちゃんとホストクラブは絶対まだ残ると思うんで、スーパーコピーに騙されずにそれでちゃんと楽しんでほしいなって思います。今後の目標で言うと、僕はそのやっぱ一旗あげたくて歌舞伎町に出てきてるんで、個人的なその実績とかをもっと来年は増やせたらいいなって思います。アピスの背中会いに行きたいねって思えるぐらいにいい男になれたらいいなぐらいですかね。あの最後あの乾杯して、まあ終わりみたいな。あ、OK です。じゃあ OK ってお願いします。いいやんこれで。こうしたらそれスーパーコピーがやってることじゃない。それやり方が、おはよう、この人やり方がスーパーコピー。俺が本物でやることだ。はい、テンテケテケテケ、違う違う、それ違う、テンテケテケテケ、テンテンテンテルル、テンテルル、トゥルトゥトゥテルル、パフン、わからん、わかんないよ。はい、ありがとうした。遊びに来てね。キュンシルだ。今アピッツでは一緒に働いてくれる仲間を大募集してます。アピッツはグループで年間店舗売上6年連続ナンバーワン取ってますし、しっかり従業員が稼げる環境を用意してます。うちは1ヶ月で1000万を稼ぐキャストがなんと5人もいます。すごい、すごい、おい、中でもねこの俺とか、早い、夏さらしてね、未経験4ヶ月なんと1100万プレイヤーになっちゃいました。すごい、それはすごい。そのホスト慣れてない子たちでもすぐに売れるようなしっかりした教育と環境がうちにはあると思うんで待ってます。そしてアピッツは服装自由でおしゃれなキャストがたくさんいます。表紙じゃないですか、カズヤさん。そう、俺表紙なのよ。すごい、そう、これせな。あ、僕もいます。かっこいい。あれ、もしかしてスケートしてないのにスケートボード置いてない。そうだけど、あれ俺気になった、めっちゃK も雑誌に載ってたりと、こういう風に僕も大きく乗らせていただいてて、働いたら一緒におしゃれになれます。はい、そしてアピッツでは教育カリキュラムを設けてまして、新人の頃からもう売れるまでのシステムを作ってるんで、そこも安心なポイントだと思います。行き先ビル3階で待ってます。